肩が疲れちゃった。なんか見る？スーパーいいか。いいか。いやいいよ。また余計なもん買っちゃう。腹減ってる時に行かない方がいいよ。家帰ってさーっとなんかラーメン食ってから。出てきたからそういう変なね。すみません、これからお楽しみするものを買ってきたわけじゃない。なんか釣り屋の人にさせてさ、分かっちゃうじゃん。だってだってめちゃくちゃさ、20代の女の子とさ50代の男性ってないじゃん、ぶっちゃけ。うん、もう8割9割お金じゃん。かわいそうだけど、この俺でさえ分かるんだから。だいたいそうじゃん。なんかね、やめた方がいいよって言いたくなるよ。もうそんなんバレバレですよって言いたくなるよ。パパ活もバレバレですよ。てか今なんか大久保のとこすごいらしいじゃん。また女の子がすごいわーって言われてて。大久保？うん。お、沖久保だっけ？落ちちゃった。新大久保だっけ？僕はすごい女の子がいるらしいよ、携帯持って。まあ、立ちんぼってやつ。いや別にいいんじゃん。立ちんぼってもうこの世から、日本から抹消されるもんだと思ってた。言い方あるけど、日本人はもうやってないと思ってた。ね、だってうち、マスターの裏のとこだって日本人じゃないの、色全部。そう、リバイバルしたのよ。だからもう、そういう人たちしかいないんだと思ってたけど。そう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 。見事リバイバルしたの。なんじゃないの、生きるために必死なんじゃないの、知らんと。まあ、税金かかんないからね。うん。たださ、あれはさ、なんかあったじゃん、お金騙されたっていうの。要はお金くれなかったみたいな。それをなんか訴えたって知るんだけどさ、逆に言うとさ、もう税金払うモードに入るわけじゃん。それもどうなのって思うじゃん。それでも訴えたらまかり取っちゃうもんなのかね。だって普通になんかおかしいじゃん、ああいうのって。自殺式が一瞬ドキッとするよ。どっから入るの？どっから入るの？いいんだからそれ。こっちだよ、こっち。うん。これだ。そっちだ。これ分かりづれないんってなんだよな。こっちがいいんだと思って逆するやつ多いでしょ。俺はそうなってる。ああ、こっちでもいいんだ。とにかく車出るやついたからさ。あれ3階だよな、下がっちゃう。3階じゃなくてここ3階だ。あ、ここ3階か。行っちゃうんだよ。どうしたっけ、3階だったっけ。まあいいや、久々にここ来た。わかんない、2階か3階か覚えてる。いや、3階だったと思う。まあでもすぐ帰るからいいや。食品の入り口だからここってもっと奥なんじゃないの。ん、食品側入り口じゃなくて、もう一個奥なんじゃない？あ、違うのか。最近行ってないからな、全然行かなくなってよね。2、3年ぶり？犬入れないし。入れはするよ、多分大丈夫だったぞ。止めちゃう、どう止めるか。こうにしよっか。よいしょ。もううるさいよ、あんたは。よいしょ。そこ、あんまいいや。いや、なんか道路出たくない。あ、出て出て出て。うるさい、いい加減にしなさい、お前。お前、いい加減にしなさい。でも、なんかフードコートがあった書いてあった気がする。うん、ダメだ、下手くそになってる。大丈夫、やめたら。大丈夫。あ、うるさい。ペンペンペン。あんた、いい加減にしてくれる？うるさい子はどうなるか知ってる、ポンちゃん。こうなるよ。さようなら。怖い。